じゃあ早速開封、開封メニュー。あれだね、邪魔だね、これ。絶対当たり。シュッ。パパ、この筋肉が邪魔だよ。おすごい。パパ、動かん。こんな感じで作る。真っ赤なやつにしたのね。そう。赤しかなかったやつ。あ、そうなの。自分でいつも赤っぽい。そうですね。パパのエプロンの虫出回しの。ちょっとさ、テーブル落とすわ。パパ当たっちゃうから、多分。右に避けた方がいいかな。痛い痛い。あ、来る？説明書、説明書。おお。あ、洗わんとかないの？ちょっと。これ外しバーがあるらしいですよ。そうか、危ね。これか。ワッフル？これはやらなかったね。これ外しバー上にもある。本当だね。気をつけて。おー、これホットサンド？これでやる？それってホットサンドじゃん。そう。焼いても。違う。呼吸があるから気をつけた。うん。ん？じゃ。先にこっちから入れて。この脚。おお、できた。ほうほう、なるほど。で、電源オン。スイッチオンはまだいい？余熱します、はい、本体上を閉じます、はいはい、2、3分余熱します。あ、熱いよ、もう5分、まだ2、3分、2、3分、ここがポッチ、4枚じゃないの？重ね合わせにならないから4枚だよな。で、バターを塗ります。塗る？塗るべきなのかな？多分塗る。そう、はい、先生、できました。先生、次のご指示は何でしょう？はい、開けます。わー、あったかい。なんかね、うん、あの好みで上にバターを乗せたりとかするって書いてあったけど、え、そこに、あ、ちょっと待って、まだいらん、いらんか。いい先生、ここ乗せます？まだ乗せます。まだよ。ママ、いいよ。乗せながらでいいと思うんですけど、乗せながらの方がいいか。先生、はい、やりましょうか。どっちが上の方がいいかしらね。え、こっちが上だよ。あ、こっちが上だよ。え、これも、こんな入るんでしょうか。いきます。はい、どうぞ。チーズって言ってます。ママ、ハムでなんとか起こしてきたよ。なんかゆっくり、なんかだんだんプレスしていくらしいよ。自動で？あ、うん、これがか。よいよ。あ、あ、気づいて、なんか違う。あ、できた。あ、あれ挟まってないな。いいよ、なるほど。あ、できた。なんかさっきカチャッと止まった。あれ、よっしゃ、先生、もう入ってんじゃないの？入ってんだ、これ、うん、あー、できてますね、うん、パパ、これいいのよ、そういうものよ。これ、よいしょ、
できた？おお、美味しそう。もうちょっと？もういい？わからん。硬い。先生、もういいですか？もうちょいやっとこう。はい、もうちょい。先生、もうちょい。もうちょい。この判断が。パチッ。もうちょっとさ、ちっちゃいパンにした方が良かった。半分に切れるもん。たらーん。あー！え？あ、やべ。溶けたーチーズ。もう取った方がいいな。はいはい。今度暑いからさ。本当だ。だって美味しそう。チーズだけ食べたいかも。あっち。どうしようこのチーズ。スプーンで取ってるよ。うん、取った。あ、もう買った。え？やべ。こっちでいいか。大きいのがいいかな、なんかね。うん、そうだね。飲むかね。飲むかね。このけどね。センスがない。パパズキッチン出来上がり。できたー。できたー。はい、召し上がれ。上は？上。上、もう乗っけるよ。チーズ。これさんチーズをあんまチーズ乗せすぎないようにね。でも真ん中だけにしとくか。はい。で、こんなもん。あれ、いっぱい飛ばついた。あんま、もしそれで失敗したら。グイねえママ、ね、見てちっちゃくする。あ、いいか、いいよ。あ、いいかな。ちょっと今回は少なめにしてみましたよ。何分？ね、夏パパソーセージバージョンできたよ。このやつ開けたからでしょ。うん、美味しいね。朝食にいいじゃん。でもソーセージ。母さん、これ朝食にいいの。うん、朝食にいいね。開く、開く。ハムよりソーセージがいいかも。お肉の感じがする。ホットサンドはソーセージで作ろう。あの子、全然ソーセージの味がする。全然ソーセージがする。ママクッキング最高です。パパクッキング最高。